皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2022年11月28日に行われた第8期叡王戦予選、羽生善治九段と井上慶太九段の一戦をお送りするよ。さて、とんでもない一日がやってきました。叡王戦だけでなんと密度の濃い、見ている側としては至福の一日ね。が、残念なことにこのうちで本戦に残るのは二人だけ。段位別予選の醍醐味であるけれど、もっと見ていたい先生が多いんだよね。まあ、致し方ない部分だな。何はともあれ、プロフィールを確認していこう。まずは後手の羽生九段。1970年9月27日、埼玉県所沢市出身。子、二神達也九段門下の52歳。今期竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル戦登場137回で99期獲得、一般棋戦優勝45回。もう皆さんご存知かとは思うが、王将リーグで実力者を投げ払い、通算138回目の番勝負を決めているぜ。待ちに待った藤井五冠とのタイトル戦、そのまま脱出してくれたら激アツね。通算100期のタイトルに向け、準備万端、本日もバッチリ戦う姿勢だぜ。後手からということで、受けに回るのか、あるいはねじ伏せを狙うのか、その方向性にも注目ね。それでは続いて先手の井上九段。1964年1月17日、兵庫県芦屋市出身、若松正和八段門下の58歳。今期竜王戦5組、順位戦 B 級2組、タイトル戦経験はないものの、一般棋戦優勝2回。井上九段といえば、王女帯の一門で有名で、特にここ数年、井上門下、森門下、小林門下のプロ入りが目立ち、一大勢力になっているな。入門希望者も多く、いろいろ大変そうだけど、結果が出ていることから考えると、門弟同士、切磋琢磨できる環境ができているんでしょうね。練習対局の多様性など、環境面での整備ができていそうだ。今度その秘訣を教えていただきたいわね。本日は先手、選択する戦型や、突破口の開き方に注目だ。さ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、井上九段。マリサが後手、羽生九段だぜ。それでは、お願いします。6八銀。おっと、初手から随分変わった手できたな。3四歩。これはいわゆる嬉しの竜。5六歩、あまではよく見る戦法ね。ふむ。8四歩、角銀の連携で斜めに攻めるのが特徴ね。5七銀。確かに2筋めがけて集中されると厄介だ。8五歩、だが、こちらも的確に対応すればいいはずだ。7八金、飛車先に守りの金を据える。7二銀、焦らずしっかり形を整えよう。2六歩、では、しばらく手を進めてみよう。3二金。2五歩。まずはこちらから歩を交換。8六歩、手持ちを作り、選択肢に幅を持たせよう。同歩。同飛車。8七歩。8二飛車。今度は私も歩を交換。2四歩。同歩。同飛車、角の退路を開け、1筋から覗く手を用意しよう。1四歩。まだ自陣は整備が行き届いていないので。2八飛車、無理に攻めず、一旦歩行を収めよう。2三歩、打力対策に、角頭の傷を塞ぐ。3八銀。私も攻撃要員を前に送り出そう。8三銀。7九角。7四銀、角筋を通しながら、銀同士睨み合う格好に、6六銀。4二銀。2七銀。要所の銀にプレッシャーをかけていこう。6四歩。なんの、角で支えて戦闘の準備よ。5七角、銀をぶつけて攻めの幅を広げたい。6五歩。7五銀。攻めの幅が広がるのは私も同じ。同銀、遠慮なく交換に応じよう。同角。さて、力戦風味で戦闘が始まったわけだが、先手の駒組みは左右に散らばっており、紐がついていない駒も散見される、ある程度隙が多いと見ていいだろう。私としては、その隙に乗じ、先手陣への侵入を企てたい。やるならやはり、歩の自由が利く8筋そして、大きく移動が可能な。1三角。大駒を使い、能動的に狙っていこう。
6九玉、金の周りを、王様自らカバー。8号飛車、浮いた角に当て、自陣にお帰り願う。3九角、ちょっと窮屈ね。角の守りがどいたところに、8六歩、歩で引っ張り上げてこじ開ける。7六銀。飛車に当たっているが無視をして、8七歩成、と金で先手玉に迫った方が得と見た。む。同銀、金を取られると一気にピンチね。6六歩、角の利きで効果的に抑え込んでいるな。同角、角のラインを遮りつつ、桂馬を前線に向かわせる。三三桂。桂馬を受けつつ、攻めに厚みを加えよう。三六銀、飛車先が通って動きやすくなるね。六五銀、角頭を押さえつつ、攻めの切り口としよう。八六歩。八二飛車。なんとか城門付近で耐えられているね。三九角、やりくりで形を整えていきたい。五六銀、飛車の展開から、六筋に狙いを定めよう。五八金、数を足して受け切る狙い。六二飛車、八八に手裏剣を飛ばせば、金が一枚剥がせそうだ。七六銀、六七を破らせるわけにはいかない。何のまだまだ、四五桂、続いて五七に火種を増やすぜ。同銀、ここは致し方なし、銀桂交換に持ち込む。同銀、飛車先を緩和しつつ、強者に当たりをつける。六六角。ちょっと先手陣がまとまってきたようだ。22角、無理に行かず、少し調整を挟もう。同角なる。同金。王様脇を睨む角が消えたので、7九玉、今のうちに飛車先を避け、奥に引っ込みたい。44歩、自陣の懐を広げ、動きに余裕を持たせる。6八金右。41玉。自玉の安全性を上げ、ここでようやく、8三桂、私も攻撃に手をつけていきたいね。9二香。そのためにも攻め駒の補充をしたい。9一桂なる、丁寧に受け、駒損はしないようにしておこう。7一金。8三角。強者を守るのに、駒の数を増やしたい。8二金。同時に角を追い返し、手番を握る。6号角なる、後手陣を睨みつつ、自陣に厚みを持たせるわ。3九角。5八飛車。馬と飛車、共通の進路に駒を割り込み。5四銀。自陣に蓋をしよう。5六馬。8四角なる。3四馬。全体的に上へ押し上げ、反発していこう。3三金。1六馬。先ほど作った馬を再び突撃。3九馬、私も攻め駒の補充をしたいところ。9二成桂。同金。補充した強者はすぐさま投入。5六香、飛車香の多段ロケットで突破を目指す。1五歩、金取りは手抜いて、無理に受けない。2七馬、馬も5筋に向け、駒の利きを足していく。4三金、私も負けじと利きを足す。我慢比べだ。5四香、銀香交換で良しとして、局面を進めよう。同歩、歩を取り込みつつ、馬のラインを塞いでおく。5五歩、その蓋に働きかけ、馬の道をこじ開ける。6六歩、もちろん取らず、6筋から歩を消しておく。同歩、いつでも歩を打てるようにしてから。2九馬、桂馬を取り込み、飛車の小瓶も狙う。5四歩、4七馬。5筋、後手玉付近にねじ込んで、5三銀、形を乱してチャンスを作る。8二飛車、避けると同時に、強撃の形にするぜ。4二銀ならず。同玉。まだまだ、王様の守りが薄くなれば、5三歩なる。こちらにもチャンスは巡ってくるはずよ。同金、慎重に、無理せず無難に受けていなす。4三歩。同金、飛車と馬のラインをケアしながらの攻防だ。3一銀、玉を下段に落とし、飛車を走って目前に迫る。同玉、先手は持ち駒が少なく、受け切れるはずだ。5一飛車なる。4一銀。さらに馬も飛び込んで、強引に迫るわ。6三馬。幸い手駒は十分。
5二銀打つ、金駒を固め、自力まで攻めを届かせない。8一馬、ぐ、ぐぬぬぬ、先手の攻めが緩んだところで、6七歩、今度はこちらのターン、固い守りも崩してしまおう。同銀。飛車を渡すことにはなるが、この局面。8一飛車、角を手元に、斜めの攻めで迫りたい。同竜、むむむむ。先ほど銀で取らせたことで隙ができ、8七歩、垂らした歩が先手陣に激痛だ。同金で取った場合、5四に打ち込む角が龍金取り、目の前に馬ができては、受けきれまい。5八歩、王様の脇に届く、馬の危機を緩和する。4五角、龍取りに、別角度の攻めを用意だ。8五龍、自陣から脅威が去ったことで、5六桂、より攻めに集中しやすくなったな。ぐぬぬぬぬ。同銀。これで角と馬の二段ロケットが連なった。同馬。そしてこれを受けるためには。4二歩。先手の手駒には金駒がいない。6七歩。金さえ剥がせば先手に受けはないだろう。仮に、同金すると取ったとしたら。後手同馬、先手同金、後手同角なるから受けはなく、かといってここから詰みを狙い。4一歩なると踏み込んでも、後手同玉、先手2一飛車、後手3一歩と合駒が入り、先手3三桂などで狙っても、後手3二玉からもう届かない。序盤の奇策を的確に受けられ、その後、私も落ち着きを取り戻したけど、無理せず着実に、衣を剥がすように、私の陣地を攻略されちゃった。状況の判断が的確で、もう、さすがと言わざるを得ないよね。負けましたー。ありがとうございました。ふえー、揺さぶれなかったか、序盤からプロには珍しい嬉しの言うで。揺さぶりをかけてきたが、羽生九段は動じることなく。飛車先を突き、手駒を獲得することで、選択肢の幅を広げ、先手が2筋に取り掛かっても、対応できる余力を得ていたな。嬉しの言うには相掛かり的、飛車先交換が有効なんだね。さらに言うと、場合にもよるが、5段目に浮かすのも有効ではあるんだ。銀の進路が阻害されつつ、中段で機動力が保てる上に、手元に歩があるから動きやすいってことかな。あとはまあ、銀が先手陣にまだいるので、8筋方面に方向転換しても、すぐに当たりがつかないという、ポジション的メリットがあるんだぜ。早い段階で角を引いた場合は？これだと、角の後押しで銀が上がって、早々に3筋できっかけを作られそうだけど、坊主の2段前後でよく見る、一直線型だな。これに有効なのはズバリ、雁木で、今、見えている通り4-4に歩をついておけば。もし仮に、そのまま3五歩と仕掛けてきても、4五歩と返せば連携は崩れるし、先手同銀、後手3五歩、先手同角に、後手6二玉が、受けながら移動もでき十分だ。小銀をこじ開けようと、5筋を伸ばしてきても、角銀の守りを効かせ、4四歩で間に合うぜ。なるほど、確かに嬉しの言うは優秀な戦法なんだが、プロで採用されづらい、というのは変化それぞれに、対応する手が用意されている、ということなので、今回のように、途中から完全な力戦に持っていく、そういう流れになるんだろうな。ふむ。そしてこの結果を受け、羽生九段は九段予選、A ブロック決勝に進出、次戦は本戦出場をかけ、鍋名人、軍曹の勝者と勝負だ。どちらが来ても大変そう。持ち時間1時間の早指し戦、選ぶ戦法、手番も大切だ。王将リーグではひねり飛車だったよね。今回は何だろうな？ワクワクするわ。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。